どうも、ぶどうです。今回はですね、静岡県の石別移動にやってきました。ここはね、観光地にもなっているので、知ってる方も当然いるとは思うんですけど、いやここはね、ずっと自分が来たかった場所なんで、めちゃくちゃ楽しみですね。いやこのトンネルの手前には、ああいう感じで赤レンガのトンネルの、多分この先でしょうね、あのトンネルの先にあったトンネルだったりとかが崩落して地面にいっぱい転がってます。よいしょ。はい、これもこの大きい岩も下の基礎の石垣部分ですね。あそこにはしごとかがあるんで、中にはなんとか入っていけそうですね。いやただこっちは結構入りやすいそうなんですけど、こっちはね、まあ見てもらったら、よいしょ、分かる通り、あの侵入する手段があんまりないんですよね。いや、あのなんかヘナチョコそうなロープ信用しちゃっていいのかな。まあとりあえずこのはしごがある左側から探索していきましょう。さてと、この左側は、おお、いやこのね、赤レンガのトンネル大好きなんですよ自分。いやにしても結構長そうだな。これは昔物置になってたってことかな。なんか噂だと、なんか昔ここにホームレスの方が住んでいたそうです。どこに住んでたんだろう、この辺かな。やっぱりあれ、思ったより長いなと思ったけど、これも崩落地点ここ。おー、でもあ、やっぱりあれですね、結構黒く進んなってるってことは機関車とかが通ってたってことかな。あ、でここが対比口か。で、ここが崩落というか、一応ですね、この先あの現役の線路につながってるみたいなんですよね。なんでここは崩落じゃなくて、あ、やっぱこう綺麗に土が盛ってありますね。これ崩落じゃなかったわ。これ一番上の方どうなってんだろう、地味に開いてたりするのかな。え、なにこれ、地味に開いてる。ちょっとどこまで行くんだ、これどこまで続いてるんだろう。よし、じゃあね、ここは限界まで行きましょう。よいしょ。今もうしゃがんだ状態で、牛歩の状態で進んでおります。よいしょ。あ、寝そべんないとこれ進めねえな。よいしょ。よし。え、なんだあの石、ちょっとああいう積んである石怖いっすね。いやー、てか なんだあの赤いのは。よいしょ、狭い。よいしょ。これはなんだ、あ、当時のファンタのペットボトルだ。で、え、これどこまで続いてんのこれ。結構奥続いてそう。あ、いや、ちょっとライト絞って、あ、あそこまでだ。うん、行ってもあそこまでしか続いてないですね。ふし、振り返って見てみると、はい、こんな感じです。なんだよ、てっきり結構奥まで続いてんのかと思ったけど、思ったより続いてなかったな。あー、もうくそ、こんなことなら入ってくるんじゃなかった、ここまで。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ようやく立てるところまで来た。いやー、いいな。赤レンガっていうか、もうすすで汚れてるけど、おー、いいな、このレンガの隧道。よし、じゃあ次はこの左側ですね。さて、問題の右側です。これどうやって行くんだよこれな。上から行けないしな。このロープ信用していいのか本当に。あ、予想よりは頑丈そうだけど、よし、ちょっとこれを信じてみよう。落ちたら知らね。いやー、このロープが思ったより頑丈で、ここまで登ってこれました。これ何で止まってんだ。あ、岩にこうぐるっと巻いてあるんだ。あー、そりゃ頑丈だわ。
で、入ってすぐのこの左側にカーバイトカンテラというものがありました。これ何でしょう。ちょっと鉄道詳しくないので、もしこの正体知ってる方がいたら、コメント欄で教えてください。いやー、それにしてもこっちの赤レンガもまたいいですね。いやー、相変わらずそれにしても物がひどいな。めちゃくちゃ放置されてる。あ、こっちはそうなんですよ。はい、目の前見てもらったらわかるんですけど、こんな感じで横穴が開いてるんですよね。はい、こっちの横穴は、よし、ちょっと短いんでね、こっちの横穴最初に攻めましょう。いや、ここ高さな、狭よいしょ、狭い狭い、よいしょ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 。はい、こんな感じで、海へと出ます。おお、よいしょ。じゃあ戻りましょう。よし、いやー、横穴狭っ。いやー、こっちはどこまで続いてんだろうな。こっちもあれだな、なんか思ったより短そうだな。なんだこれ、当時のなんかお酒とか入れるやつですかね。で、こっちにも、あ、すいません、はじめまして、お邪魔してます。コウモリがいた。うわー、なん、え、待って、下これ落石じゃないの。これ全部落石だと思ってたけど、これ全部ゴミ。何このゴミの山。ん、うわ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 、何これ、うわうわうわ、ちょっとガラスが下、これ危ねえな。うわー、ちょっと足元気をつけないと、怖いなここ。いやー、ちょっと高くなってますね、やっぱゴミで。え、これ全部下ゴミと落石。あ、いや、こっちはもう落石か。へえ、にしてもなんでこっちだけこんな落石があるんだろう。しかもこんな感じで別に向こうと違って完全に塞いでるわけでもないので。へえ、なんか変だな。まあこっちもね、当然現役の線路に繋がるはずなんですけど、まあこっちもね、多分向こうと同様に塞いであるはずです。あ、ここですね、塞いである場所。はい、こっち側もこんな感じで塞いであると。振り返るとこんな感じです。こっちはなんか向こうと違って若干カーブしてますね。一番最初に行った方はおそらくまっすぐな直線だったと思うんですが、こっちはこんな感じで緩やかなカーブを描いてますね。で、自分最後に気になったのが一つあって、実はここの隧道に来るのに、この横の海岸沿いをずっと歩いてきたんですよ。で、その時に多分このトンネルの先だと思うんですけど、この先にもう一つ横穴があったんですよ。さっきのね、小さい横穴とは違って、人が全然余裕で立てるぐらいの横穴があったんですけど、そっちまでね、ちょっと登っていけそうになかったんですよね。で、てっきり自分この先になるのかなと思ってたんですけど、もうこんな感じで瓦礫でもう塞がれてるんで、もしかしたら閉塞した先見えるかもしれないですね、横穴から。ちょっとその横穴を最後見て終わりにします。トンネルの横へとやってきました。はい、ちょっと落書きして遊んでました。で、その穴というのがこの先にあるんですよね。で、ここにはね、こう波で削られたレンガが、丸くなったレンガがあります。そのでかい横穴はちょうどテトラポットあたりですね。はい、横穴到着しました。これです。かなりでかいんですけど、いやー、ちょっと入っていけるかな。しかもどこに繋がってるかがちょっと不安なんですよね。そしてこの手前の中途半端なこのはしごはなんだ。よいしょ。いやー、この先がな、どうなってんだろうな。このはしご信用しちゃっていいのかな。すっげーもうボロッボロだけど、バキバキいってるし。いやー、ちょっとこの上立ってあれだな、中だけちょっと見てみよう。いやー、登っては来たんですけど、結局何の穴なんだろう。先が全く見えないです。でも結構奥まで続いてそうですね。
いやしかも今ちょうど目線ぐらいなんですけど、登れそうで登れないぐらいの高さのはしごなんですよね。いやちょっとこれは登らないでおこう。はい、というわけで今回は静岡県の石別移動の探索でした。いやちょっとね、この最後の穴、この穴の正体を知ってる方がいたらぜひちょっとコメントで教えてください。このはしごがあるってことは多分誰かしらは入ってると思うんですよね、こっち。はい、というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。